というわけで皆さんこんにちは、今日もやってきました。今日はね兵庫県の方に来てるんですけども、なんか結構ね有名な場所です。ここは武家屋敷っていうねとこらしくて、結構ねなんか皆さん訪れるみたいです。またこっち側行きましょうか、危ないので。先ほどね普通に遊歩道みたいな道があったんですけども、ちょっとなんか罠があるので気をつけてくださいって書いてあったので、その先行くのやめました。神社がありますね。さっきの裏表か、一切により我々の先祖は奈良朝廷時代より公家として関係あるのかもしれないです。ここが武家屋敷っていうところです。さっきのね道つながってるのか分かんないですけど、こっち側からはね入ることはできません。もしかしたら罠とかがあるのかもしれないです。ちょっとゆっくり見ていきましょう。ね、この武家屋敷らしき、痕跡が、残ってます。このね壁が昔ながらなんでしょうね。で結構ね心霊スポット的な感じで入る人が多いんで、表からは立ち入り禁止になってます。裏はねちょっとよくわからないですね。立ち入り禁止とか侵入禁止と書いてなかったんですけど、また別のとこなのかもしれないです。もうね中は樹海のような感じになってますね。このなんかすごい密林のような感じでございます。ちょっと見えますかね、危険、この先有害動物の罠仕掛けてるってこと書いてます。見えますかね。だからむやみやたらに入っちゃうとその罠に
引っかかってしまう危険性があるので、立ち入り禁止みたいな感じになってるみたいですね。ちょっと見えにくいですけど、この中本当に入る人いるんですよね。激しいですね、この感じが。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。本当に危険な場所かなと思います。おそらくこの中に入ったら罠に引っかかってしまう可能性があるので、立ち入り禁止なのかなと思います。というわけで今回ありがとうございました。このチャンネルがいいと思います。